クチャンスラットです。今日はですね、にゃんこの清掃やっていきます。はい、というわけで久々ね、おにゃんこなんですけども、今日はね、こちらの宇宙編進めていこうかなと思います。というのもですね、ちょっとストーリー系をあんまりやれてなかったなと。なんかね、大狂乱とかそういうね、なんかもう強いのとかキャラクターが欲しいみたいなんで、結構そっち系ばっかやってたんで、この宇宙編をね、今日は、はい、進めていこうかなと思います。レジェンドストーリーっていうちょっとおもろいのもあるんですけど、これバカなげ、はい、にゃんこやってる人にしか分かんないと思うんですけど、マジこれ長いのなんで、ちょっとね、一旦宇宙編をクリアします。はい、まあ、宇宙編、日本編、未来編やったら宇宙編が出てきます。はい、でしっかりこれもう3章あります。まあそれがにゃんこです。はい、それがにゃんこなんで、ちょっとはい、早速ねやっていこうかなと思います。で、まあスクラッチも来てんで、ちょっと一旦引いていこうかな。マジほぼ一等しか当てたことないです、俺は。てかにゃんこにはね、意外と運がある方だと思ってるんですけど、前回爆死したんで、あれと思ってます。はい、2等、まあまあですね。まあこれで120猫間は熱すぎますね。はい、さあ、というわけで2章をやっていくんですけど、まあ今はこんぐらいかな。多分これ40何個かステージがあって、まあ20いかないぐらい、はい、終わってます。で、一応宝はね、はい、全部、まあこの1個前以外ね、全部集めて、はい、その前の第1章とかの宝も、まあ全部集めてます。はい、まあこの辺ね、きっちり、はい、しっかり回収していこうと思います。というわけで、アルデバランからね、やっていこうか。で、出撃条件がね、まあ、ちょっと厄介なんですよね。はい。1ページ目のみなので、まあ、上の5体しかね、はい、ステージクリアしてません。知ってます。はい、上の5体しか使えませんよ、と。いうわけで、ちょっとこのパーティーで行こうかなと。エイリアンがね、よく出てきます。この宇宙編第2章は。で、まあ、あとバリア持ち、なんかバリアの杖買ってんのが出てくるんで、まあ、このね、最近育てました。はい、新人野郎です。はい。精霊王、メラバーニング。名前はかっこいいな。まあそれ置いといて、はい、やっていこうかなと思います。まあちょっと白見玉もね、だいぶ気に入ってる。アイテムはちょっと一発ツモニャの金宝欲しいんで、トレジャーレーダー使います。まあ他はそんななくてもいいやろって話ですね。はい、行きましょう。はい、まあ5体いないだけなんですけど、逆に5体も使わせてくれるんっていう、俺に2体で勝てる俺なら。ああ、やばい、大丈夫か、ちょっと待って。この赤い敵に強いキャラを、あの、一応持ってはいるんですけど、キャスリーちゃん。キャスリーしかいないのと、お金が足りん。え、やばいやばい。買える。ゲコニャ。え、待って。レーザー。あ、勝ちました。あぶねえ。これ耐えたら、さすがに俺の勝ち。めっちゃ強くね？あ、でもこのカエルがカエルなのかも怪しいんですけど、バリア持ちですね。よしよし、さあ、めっちゃ強い。これこんだけユニットいて耐えてきたやつ今まで見たことないです。はい、勝ち確のね、はい、盤面揃えました。あざます。しかもね、トレジャーレーダー、はい、もう使ったんで、一発でね、最高の宝をゲットできる。やっぱ宝もね、なんかもう金じゃないと落ち着かない。はい、いや、一発クリアはね、順調ですね。はい、続いて、ベテルギウス、どんどんやっていこう。また1ページ目のみ。まあ、ぶっちゃけ、このパーティーだいぶ強いんで、安定して勝てる。さあ、まずね、財布をね。で、この猫漂流機が、俺の中でね、だいぶ来てます。はい。結構、なんだろうな。ガチャの中でも、言ったら外れ枠のカードだと思うんですよ。その超激レアとかじゃないんで。ハズレって言うとあれですけど、まあ、簡単に手に入るキャラなんですよ。それでもね、超強いの。はい。この宇宙編でずっと活躍してるんで、これはマジでおすすめっすね。この漂流器だけいればなんとかなる、ぶっちゃけ。漂流器ゲーしてます。はい。で、お財布今の間に貯めて、あれこれ、マジで、漂流器が頑張ってんのか、あー、でも大ピタメラバーニングが頑張ってんのかわかんないけども、さあ、ここで最強キャスリーと、もう限定の、大好き、みたまちゃんです。はい。いや、マジ頼む。このバリア持ちマジで強いけど、さあ、メラね。メラメラして、あー、もうか、余裕じゃん。ええんすか。こんなに簡単にクリアさせていただいていいんすかっていう。1ページ目のみか。優しいっすね。ぶっちゃけ、ちょっとだるい。ちょっとだるいんですけど。
1ページ目だけなんか余裕です。あざます。1ページも使わせていただいて。デネブ、次デネブですね。デネブの、あ、え、デネブ出撃条件がない、新しい、そんなことがある、今まで絶対条件あったんですよ。急に解放サービスステージ来ましたね。このステージはなんか優しいように見えて結構むずいっぽい。対策をしなければ、はい、なんか1ページとかね、そんなほざいてると無理っぽいんで、しっかり2ページ使って勝ちに行きたいと思います。でエイリアンもゴリゴリ対策していきます。さあ、このエイリアン対策精霊年2種入れていきます。さあデネブ、おデブってこと、さあよろしく。まあ、一旦ね、俺マジで財布だけはでかくしたい男なんで、財布だけはね、財布貯めて、お金貯めて、漂流機に全任せして、うん、頑張れ頑張れ頑張れ、マジで。マジでまだ、こんなね、とこでやられない俺は。いやマジお金貯めれる。いやめっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。順調すぎる。ぶっちゃけもう勝ち確。早くも。しかも、エイリアン対策出せる。え？まあでもこっからね、化け物出てきます。えぐいやろ。あの、デッキなんか、デッキってか、口開けてる、マナブくん。上になんかね、浮いてたやつ、マナブくんです、あれ。下に行ってんの。ああ、これやべえな、敵。マジでなんか、エイリアンっすね。目ん玉が。いや、あの、ニャンダム、よく見るね。ボスの椅子に座ってる、あやつがやべえ。水色の。でも俺もエイリアン対策超してるんで、これで負けたらマジで絶対勝てんやんって話よね。おいー、一体撃破。さあ、ラスボスだけ。もうボコボコにやれ。ボコボコ、あいー、ちょろ。え、マジ余裕だな。マジ、次回ぐらいでは、もう第2章制覇までいけるかもしんないね。さあ、最後の白鳥、お宝あざす。2章ね、クリアできると、わー、まだなんか条件がね、ややっこいっすね。さあ、デッキを組みまして、EX レア、激レアのみのパーティーですね。まあ、大狂乱系が使えるのはでかい。はい。あ、そんであれだ。あの、第2章をクリアすると、なんかね、限定のキャラが、キャラゲットできるんですよ。神様、劇神様みたいな、え、劇神様をゲットできるんで、え、なんで俺今悪いことした。いや、さすがにもったいない。もう一回いきます。多分何かの間違いです。なんで一回ね、耐えてお金も一段階上げて、エイリアンに強い漂流機出して、あ、そう、2章ゲットクリアすると劇神様が手に入るんですけど、劇神様ってなんやねんって、その神様に劇とか極とかね、神とか、あー、危ねえ、耐えた。いる神様になんかランクつけないって話なんですけど、強そうなカードが手に入るらしいんで、ちょっとそれ欲しいなと思ってます。それちょっと見せれるようにね。危ねえ、よかった。2章ちょっとクリアしたいな。こんなとこでつまずいてちゃあかんさい。最多制です。ああ、これ同じ条件なんでね。まあ同じで勝てるでしょうと。やっぱなんか同じね、ステージとかでも戦い方で全然変わる。さあ、まあとりあえず、さっき漂流機多めに出したら勝てたんで、漂流機へしなさい。まず漂流機最強なんだよな、これ。しかも、多分ね、普通に育てて、今30レベルなんですけど、プラス値みたいな。ので、プラス20ぐらいついてるんですよ。僕の漂流機だから、実質レベル50。漂流機だけ謎にレベル上がってるんですよね。あ、やばい。え、ちょっと待って。頼む。フルブッパ、フルブッパ。この全勢力を。あ、バリア持ち厄介ですね。でも、猫ムーが。猫ムーが、え、猫ムー行かれて、え、なんで猫ムーとね、その、火力めっちゃ高いんですけど、火力に振りすぎてて、ちょっともろい。猫ムーをもう一回出さなきゃ、このバリア持ちをね、突破できないかもしんない。耐えろ耐えろ耐えろ。そ
それまで耐えるしかない。うっ、倒してる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 、え、待って、あのボスみたいな倒してるのに、やばい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 、小物の集団になぜ行かれないといけない。頑張れ頑張れ頑張れ、あー危ねー。さあさすがに何とか耐える。いいね、久しぶりに使った猫ジェンヌ。猫ジェンヌもなんかステータスがいいんですよね。そう、火力も高いしね。そう、最高のおでこ。さあ続いて、なんちゃら星、はい、やっていきます。まあこれ読めないですね、読める方が少ない。あれって習ってないですもんね、義務教育で。義務教育で習ってないんで仕方ない。まあ一旦勝ちます。はい、あーでもこのステージ第1章で超難かった記憶がある。あー、もういきなりエレファン、いきなり、あー、え、あ、これやばい、ガチで全部をポイ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 、あ、マジやばい、火力バケモンすぎる、やばい、マジでやばい。一生壁で一生耐える、一生耐えて、ちょっと耐えて、一旦耐えて猫ムート出したいな。あのバリアがねほんとやばいんで、小竜機でエイリアン対策しつつ、うっ、えは、お前やりすぎだ、あ、マジでやばい、これ勝てる、これ見た、猫ムート鼻ケチョンで終わってるよ。あー、やばい、いやでも耐えはできてる、耐えてはいるぞ。ちょっと猫ムートじゃないと倒せないんですよね、これ。バリア突破、いえ、倒しちゃったよ、はい、粘り勝ちです。やっぱ何事も粘ることが大事ですよね、スポーツだろうが、はい、やっぱね、日本も優勝しましたし、ね、野球やっぱ粘りですよ。にゃんこもね、最高のダジャレ、あたす。続いて大マゼラン星雲星雲です。条件が1200円以下ですね、はい、貧乏になります。さあというわけで1200円以下ね、ちょっと組んでみました。まあ大狂乱系ガチ強いんで、まあ、僕大狂乱全部クリアできてないんですけど、まあ、残り3つぐらいかな、はい、むずいやつが残ってるぐらいなんで、まあ、手に入れてる大狂乱をね、はい、使いまくりつつ頑張ろう。さあ一旦お金貯めてね。あー来るね、まあ、ステージがちょっと広いんで、ゆっくりね、ゆっくりお金貯めれそうですね。マジでこれ縦でお金貯めまくって漂流機ゲー、 やばい、マジ漂流、え、待って、ごめん、タワー傷ついちゃったよね、ごめんね、痛かったよね、守ってあげるね、これが猫島ね、猫島くんが赤い敵に強いんで、あ、マジ、え、近い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 、みんな帰れ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 、猫島の漂流機のコラボ、夢のコラボで勝てないか、これで、うん、いやでもこの子猫かアニマルもね、ちっちゃいなりに壁として頑張ってるんですよ。あ、これはもう止まらんぞ、なんか強い敵が出てくるのか、このまま終わる、このまま止まるか、あれ、さてはボーナスステージ、強敵も出ずにこれ以上できない、勝ち確ってことでいい、これ、うえー、うわパーン、惚れちまうっすね。あ、しかも一斉の果実、まあなんかこういうね、お宝集めるとね、発動するコラボっすね。これによってね、なんかクリアしやすくなるんで、だいぶ大事です。あざす。さあ、というわけで、だいぶ進んだんじゃないんですか？どうだ？いや、結構いったっすね、今日で。はい。10ステージいかないぐらいか。はい。行って、まあ、また次ね、ブータラ星か、まあまあ、その先からね、はい。やっていこうかなと。多分次回で本当に第2章を攻略できそうなんで、まあ、激神様ね。本当に神様ならね、最強だと思うんで。そっちちょっと手に入れてね、暴れちゃおうと思います。というわけでまたね、ブータラ星でお会いしましょう。お疲れ様でした。